かもしれないマナー、この子に連れられフレンチレストラン、それも今日は俺の誕生日、パーフェクトな段取り、そんなステンス慣れない俺、いつもジャンク風日本バーガー、腹パンクする、挙動不審でガングル、でも腹減りすぎてぐるぐる、むしゃぶりつく俺に笑顔で、彼女は言ったお腹空いてたのね、その瞬間にふって思った、この子と付き合うことにしようか、Yo、たかが恥だから何って話、 Ayo、OK、聞かせろエピソード2、ピッチョン背伸びして精一杯のファッション、前が誘うから来たこの場所、約束通りのスーツ着溶け込めます、いつもよりクールに、最近じゃパリに建てた別荘、別荘週末はそこで過ごす傾向、ちょうど返しちゃった次回はジェット、ついてけねえそんなハイクラスな世間話に、おおそれはダイエ、ここで許されねえ単純な失敗は、はったりでもかませばいい、そうこのダイエ確か5カラット大体、顔も出して箸も買って、椅子ってそうそうバット出して、このレストラン俺箸がきコースのキャッセル、金も出して箸も買って、椅子ってそうそうバット出して、このレストラン俺箸がきコースのキャッセル、 Let's go。ドクターのフリして実は魚屋さん、ドクターのフリして実は魚屋さん、ドクターのフリして実は魚屋さん、 You're everything、 ドクターのフリして実は魚屋さん、そろそろ正体明かさなあかん、でもやっと掴んだ day、 レストラン day、 待ち合わせは way、 ステーション day、 You can mail、 待ってます、バスで到着なんでバス、気づかれてか関係なくバンデラス気分、そこで目覚めふまるでテレビ、すれ違う時の中であなたと巡り会えたとか言われちゃった、マジか、隠せタトゥー、出身地は消えてくお袋の入院費が、ブランド品のバックドリングピアス、身にまとったあいつはキャッシュフリーパス、かなりゴージャス、2期目後到着だが、しまいに出すどうかフォーカス、急ぐことなく予定時刻から遅刻、これが女の魅力、ゆがりビワーク、変なプライド、ブランドサイボーグ、ない余裕から出た背伸び最上級、やたら無理してセレなふりして、普段の頑張り全て無にしてる、実際プライベスウェットの上、主食はコンビニで買ったカップ麺、10年のキャリア、その割に乏しいエビで、財布の中身はブレイク願う三流芸人、後輩の誘いはノーとやつに、金ないなんてここで客まくれない、おごりは否めない、格好はつけてたい、こんな時は先輩ずら、自然体でいられるか、ビビる会計また一人ご来店、駆けつけたばかりでもう5杯目、俺の身にもなれ気使え、2日目死ぬ気覚悟、俺にどちゃかめ、箸も出して、箸も買って、椅子ってそうそうバッと出して、このレストラン俺箸がきコースのキャッセル、金も出して、箸も買って、椅子ってそうそうバッと出して、このレストラン俺箸がきコースのキャッセル。